N ゲージ、電気機関車。加藤、3062、2、EF15、最終型。N ゲージ、電気機関車、EF15 です。加藤さんからデッキのついた電気機関車が、発売されるのは、久しぶりな気がします。最終型です。側面窓7枚一流王3箇所の、窓と屋上モニタールーフ明かり窓 H ゴム、PS15 パンタグラフ、新規設定、ナンバー切り抜き文字、デフロスタなしの全面ガラス、スノープローなしのスタイルで、最終グループの15字型の、184、189号機、のうち、昭和50年、1975、頃の、三菱製車両をプロトタイプに、再現、パイプ状のパンタ臭を持つ PS15 パンタグラフを、再現、選択式ナンバープレート、184、186、187、188号機、と、加藤さんのホームページに書かれていました。EF15 が製造されたのは、1947年、昭和22年、から、1958年、昭和33年、です。製造数は、202両とのことです。比較的、多く作られた電気機関車です。旧型電気機関車特有の、デッキ周辺です。小さなモデルなのに、綺麗に表現されています。割とシンプルな屋根上です。PS15 のパンタグラフは、よく見かけます。古いモデルは、ダイキャストが占拠していた機械室です。フライホイールを搭載したユニットでも、最近の機関車は余裕です。巨大なアーノルドカプラーは後で何とかします。デッキの島板の表現が、好きです。いかにも武骨です。機械室も、立体的に見えます。印刷の表現も芸が、細かいです。水峠鉄道文化村にいる、EF15、165です。全体が残っている生体保存機は、4両ぐらいのようです。運転台のあたりの表現もいいです。ワイパーは少し、おもちゃっぽいかも。こうして見ると、パンタの絶縁も綺麗です。台車です。デッキも台車と一緒に、首を振ります。通過最小半径は、R249 となっています。キャット558鉄道で、試運転です。R216 は走ってくれそうです。やる気の問題ですね。パンタグラフ、畳んだままでした。模型はそれでも走ってくれます。選択式のナンバーは、いつも何番にするか悩みます。なかなか絵になる機関車だと、自己満足です。17メートルクラスの機関車です。あまり大きくないレイアウトでも、似合うと思います。雑多な貨車を牽引してもらうのも、楽しそうです。EF15、最終型には、コキ1万を牽引してもらいます。内周は、加藤、3008、EF15 です。おそらく30年以上前の、モデルです。細かなところは比べるとかわいそうですが、今も現役で走ってくれます。内周は、R183、です。台車のあたりは、
古いモデルも同じような作りです。通過できるのが嬉しいです。ゆっくりと優雅に走ってもらいたいものです。旧モデルも丁寧に作られていると思います。パンタは、おそらく PS14 です。スノープローも装備しています。最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。